東京クワルテットは、米国ニューヨークを拠点に活動していた、弦楽四重相談。幾度かのメンバー交代を経て活動していたが、2013年6月をもって活動を終了した。1969年に、ジュリアード音楽学校において結成された。創設メンバーは、東方学園大学の卒業生であり、斉藤秀夫の文科生であった。結成後間もなく、 コールマンコンクールやミュンヘン国際音楽コンクールなどで優勝し、ドイツグラモフォンレーベルとの契約に至った。BMG クラシックスと専属契約を結んでいた時期もあった。録音数はアルバム40点に上り、数々の賞を獲得してきた。モントルーディスク大賞グランプリやステレオレビューし並びにグラモフォン誌における室内楽部門年間最優秀賞に輝き、 グラミー賞にも7回ノミネートされている。1994年の世界ツアー中、設立25周年を記念して、ベートーベンの弦楽史重奏曲の全曲演奏に挑んだ。セサミストリートなど、アメリカ合衆国のテレビ番組にもたびたび出演している。2003年から92年の D ストリート Y をニューヨークの演奏拠点とし、ベートーベンの弦楽史重奏曲全16曲と、 ピアノ曲を組み合わせた演奏会シリーズを2008年より3年間の計画で行う。メンバーはクワルテット・イン・レジデンスとして1976年よりイエール大学音楽学部に出向したほか、東方学園大学をはじめとする世界各地でマスタークラスを開催した。1995年からは日本音楽財団より無償対応された。 名称アントニオ・ストラディバリによって製造された楽器のコレクションを演奏に用いていた。2013年6月をもって44年にわたる活動を終え、解散した。2011年11月、創設以来のビオラ奏者である磯村和秀と二代目第二バイオリン奏者の池田、菊江が2013年6月をもって東京区アルテットから退団することが発表された。 池田と磯村は対談後もおのおので音楽活動を続ける予定で磯村は情熱と刺激に満ちた日々でした。数々の素晴らしい室内学の名曲を永遠に演奏し続けられると思ってきましたがつい最近になってそれはちょっと無理なんだと気がつきました。世界中を飛び回って演奏することがだんだん辛くなってきたのですとまた池田は 37年にわたって支え続けてくださった仲間やお客様に心から感謝いたします。室内楽は私の喜びであり、これからは演奏活動と更新の指導に残りの人生を捧げられたらと思っていますと語っている。新メンバーは2012年に発表される予定だったが、第一バイオリン奏者のビーバー、チェロ奏者のグリーンスミスの熟考の結果、 東京クアルテットは2013年6月をもってその歴史を得ることになった。ありがとうございます。